はい、どうも始まりました。今日5回目、はい、今日はまあネタではないんですけど、はい、告知ですね。はい、はい、告知をさせていただきます。我々ですね、SNS、はい、うん、でのな、 SNS のあれなんだってFacebook と Instagram と Twitter ですね、作ってみました。はい、解説しました。はい、で解説しましたので、これをですね、チャンネル、そうだ、無限チャンネルの概要欄に貼ってあります。はい、で、もうそこに、クリックしてもらえれば、すぐ、無限のページ、各ページにですね、飛ぶようになってますので、はい、そこの紹介をします。で、まだまだ、なんです、アップ、はい、まあ、まだまだ少ないんですけど、今後やっていきたいっていうことを、ですね、言っておきます。なかなか YouTube でね、配信できないこと、まあ、配信できないことっていうか、まあ、裏側ってやつですね、オフショットですねを、まあ、動画だったり静止画だったり、うん、出していこうと思います。はい、で、まあ、それの今回告知ですねをやらせていただきたいと思います。はい、はい、どうでした、まずチャンネルのこの概要欄貼るとかね、結構大変だと思います。そうですね、うん、すごく方法を調べてつけましたけど、そうですね、いろんな方 の、 チャンネルを見て、はい、参考させて、先輩方のね、はい、YouTuber の方たち の、 チャンネルを参考させて今回やらせていただきました。で、まあそれで、ね、できたんですけど、まだまだ、やりきれてないところがまだまだありますので、そういう ところをですね、皆さんにまた今後何かあれば、こういう告知もしながら、はい、まあ、またネタもしながらね、うん、ちょいちょい挟みながらですね、やっていきたいと思います。はい、で、ごめんなさい、もう謝罪で申し訳ないんですけど、我々、ね、普通にサラリーマン、はい、うん、社会人をやってます。ですので、本当最初の時に1日1本上げてきますって言っとったんですけど、なかなかやっぱり編集をちゃんとやらなあかんのかなとかいう思いがあって、なかなか1日1本で難しくて、まあ、2日に1本ペースなり、3日に1本ペースになると思うんですけど、まあ、ちゃんと編集をやって出したいっていう思いのなあさん、まあ、あり、で、まあ、僕はもう、まあ、こんな言い方したら申し訳ないですけど、編集もそこそこで、まあ、動画をアップしちゃおうと、うん、もう数をこなそうと、うん、数をこなして皆さんにこう知ってもらう機会を増やそうと、自分らのことを機会をね、知ってもらうっていうところを、うん、やっていこうという意見のちょっと対立がありまして、はい、うん、まあ実際のところはどうですか。そうですね、やっぱその1日1本を目標にと思って、うん、一番最初にね、あのチャンさんが言ってたんですけど、やっぱね、その編集がやっぱ慣れてくれば早くなると思うんですけど、初心者から始めてるんで、やっぱなかなかそのどういう風に取り込んでいけばいいのかっていうのがちょっといまいち分かってなくて、まあそれなりに頑張っては編集してるんですけど、やっぱ編集なしだとね、ただの、ね、垂れ流し動画みたいになっちゃうから、はい、ね、多少なりとも、うん、あの文字だったりとかね、そういうの入れれたらなとは思ってるんですけど、ね、本数はちょっとね、そうですね、で今これ撮影してる時間で、ね、日時を今言っています。5月の、8日ですね、はい、5月の8日の、まあ、10時、22時、はい、40分ぐらいです、はい、で、今からもう僕が、まあもう僕の考えなんですけども、編集をサラサラっと、もう本当にもう手抜きって言われたら手抜きかもしれないですけど、数をこなして皆さんに知ってもらうという意味で編集をある程度はやります。ある程度やってなるべく早く上げますので、はい、まあそういう感じでなるべく皆さんに早くタイムリーな、うん、配信をしていこうというふうに思いますので、ね、週末とかはちょっと凝ったっていうか、うん、いつもよりはちゃんとした編集した動画を流していきたいと思っております、はい、で、むっちゃこの、まあ、僕らまだ YouTuber っていうまでもないんですけど、す、ね、全然底辺すぎる、もう底辺ってもう土に埋もってる状態です。そうですね、うん
土に埋もれた野菜みたいな感じですね。はい違いますか。いやいや野菜に失礼です。あ、ごめんなさい、はい、で、まあ本当に動画撮影っていうのは大体もう本当にどうですかね、長い時は20分とかでやって、あとは編集で短くするっていうやつなんですけど、20分で撮影はまあできたとして、編集時間っていうのは本当に1時間2時間でできるもんじゃないですよね。そうなんですよね。でも1時間2時間やってお前らそれだけのクオリティ、あ、1時間2時間じゃない3時間4時間やってお前らそれだけのクオリティかって言われたらすごい申し訳ないところもあるんですけど、まあね、昼間も普通に働ける人間ですので、なかなかちょっとそこまで今でききれてないところが、そうですね、うん、ですので、まあとりあえず平日の間は、ま、毎日配信したとしても編集がちょっとおろそかになるっていうところだけご了承願いたいかな。で、まあ週末に向けてね、週末の時はなんかネタをも、まあ、ちゃんと持ち込んで、持ち込んでちゃんとした編集を、やりたいなと思うことにしましたので、まあちょっとそこら辺はブレずに行こうかなと思っています。はい、はい、で、今回また話ちょっと戻します。ツイッターとかでこうやってもう、自分らこうアップいろいろしてきます。で、まあいろんな人にこう見てもらい、露出度が増えますよね。はい、で、その中で質問コーナー、をやってみます。はい、いろんなもう質問来ると思います。逆にもうアンチのようなネタも来ると思います。それでも一応、いろんなコメントが来たということでちゃんと受け止めますので、それで、そういうのもネタに、ね、はい、皆さんにご質問をされたことを返す、そうですね、Q&A みたいな、ことをやっていきたいと思いますですね。はい、はい、はい、あと俺からどっか出没したよみたいな、おめえらの出没したとか興味ねえわみたいな、ね、そうですね今のところね、別に有名なわけじゃないので、そうですね、出没してもなんだあいつぐらいの目線で見られるぐらいなので、そうですね、はい、まあ、僕らがそういうところに行ってこういうものがあったよっていう、本当にもうその一般の方と全然何変わりないようなことをやっていきますので、そんな感じでやっていきたいと思いますが、どうですか。はい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 、まあそんな感じでやっていきます、そうですね、はい、まあ、ね、その始めたばっかなんで、そうですね、ちょっとでも面白いと思ったら、そうですね、 Facebook など、はい、SNS、フォローしていただければすっごく喜ぶんで、とても喜ぶ、はい、キャ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 、すごく喜ぶんで、はい、ぜひお願いします。お願いしますお願いしますお願いしますはいですね、はい、まあ、本当にまだ初めて1週間程度だよね。そうですね、1週間程度なので、まだまだ全然駆け出しも超駆け出しのところの人間です。で、まあ動画の数もいっぱいアップしていきたいという思いもありますので、はい、まあそれで皆さんがどう思ってくれるかなと思います。はい。はい、ですね。もういつも安定のグダグダですね。そうですね。はい、まあグダグダが、はい、無限なんで。どんなネタがいいんだろう。もう家にあるものからまずはネタ振りしてもいいのかなと思うんですけど、そうですね、まあなんかネタがあればね、そういうツイッターも全然、ツイッターでねやってもらっていいんですけど、ごめん、俺ツイッターやったことないんだ実際ないんだ、わかんないから。インスタとかはねちょこちょこ触るんですけど、まあ触るって言っても本当に何かがないで触らないですね。本当にもうなんかインスタ映えするどうのこうのっていう場ではないんですけど、本当になんかもうおっさんはおっさんなりになんかやってきますんで、はい、同じような目線で、そうですね、あと若い人からのね、はい、フォローだよね、はいはい、来るってことはフォローだよね、そういうのを見ていろいろ勉強していきますので、はい、はい、すいませんが、なかなかとガノタノとしゃべりましたが、はい、皆さんから何か一言あればよろしくお願いします。はい、そんな感じでやっていきますので、どうもよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますどうもって言っちゃった。どうもよろしくお願いします。はい、まあちょこちょこ今から編集していきますので、はい、なるべく早めに上げたいと思います。はい、はい、ではそろそろ
あ、ちょっと待って、もう一つだけ。あ、まだだった逆に僕今から皆さんに聞いて答えてくれればいいんですけど、はい、何時頃に動画をアップすればいいものなの？みんながこう見てくれる時間帯いつなんだろうと思ってさ。あ、でも人によりますよね。その、やっぱ朝方ね、帰ってこられる方もいるし、ね、お昼でお仕事終わっちゃう方もいるし、人それぞれですよね。やっぱ夜あげた方がいいのか、うん、頭たちゃんとね、これ昼間とか夕方ぐらい、まあ、昼間はごめんさんも仕事してるのでなかなかできないんですけど、夕方、深夜じゃなくてもうちょっとこうゴールデンタイムの時間、7時とか8時とかにあげた方がいいのか、すいません、そこら辺なんかコメントがあれば嬉しいですね。はい、お願いします。よろしくお願いします。